はい、ただいまアキラリベリゾートの、部屋まで来ました。結構ね、海からは遠いんですけれども、新しくできた部屋だそうです。J711 J-NUN-NUN カードね、キーカードピュッってやったら開きますね。はい、めっちゃ涼しくエアコンが効いております。ここにもう差し込んでありますね。ありがたい話です。はい、じゃあちょっと部屋の中見てみましょう。うん、こそでっかいダブルベッド、キングサイズですかね、ありますね。でソファーがありまして、ウェルカムフルーツ。外を見るとね、こんな感じで1階だからプールアクセスのお部屋になってます。この、ね、飾りの魚さん可愛いですね。はい、で部屋を見渡しますと、でかいテレビ、サムスン製ですね。残念、日本製じゃありません。はい、アロマのいい匂いしてますね。でここがまあデスクですね。なんかスキャンのするところありますね。でこれがお土産物の分ですね。はい、電源コネクタは普通のタイのスタイルですね。まあ、もちろん日本のやつも使います。ベッドサイドにもこのね、ベッドサイドにこれがあるのが嬉しいですよね。携帯充電しながら寝ることも可能です。はい、じゃあちょっとバスルーム行ってみましょうか。バスルームオープン。お、可愛らしい洗面台ですね。でローション、まして、ここはなんだ、まずは、これコットンパッドかな、とシャワーキャップ。珍しい歯ブラシがついてますね。珍しい。でタオルとコップ、はい、体式ウォシュレット、ウォシュレットじゃなくてね、体式です。はい、でこちらの方はシャワーのみですね。でお湯は普通の家庭用のお湯ですね。でヘアコンディショナー、シャンプーにシャワージェル。シャンプーとね、ヘアコンディショナー別々になってるのはありがたい話ですね。はい、可動式のシャワーになります。コーラの缶40バーツ。っていう感じですね。オレオのクッキー10バーツ。まあそんなに高くないんじゃないでしょうか。これはね、セブンイレブンとかで買うことに比べたらね、値段高いですけども、まあホテル内で考えたらですね。これなんだ、これヘアドライヤー入ってます。はい、でこちら開けますと、スリッパですね。スリッパあります。これがなんかビーチに行くときに使っていいカバンかな。はい、でランドリーバッグと、バスローブっていうことじゃないですけども、なんかちょっとこう薄いお風呂上がった時用のですね、あれがありますね。あと傘あります。あと金庫かな。あ、こっち開けたら電気つきました。失礼しました。はい、バスローブにスリッパで、貸金庫、ランドリーのサービスありですね。これはこれなんでしょうね、何に使うんでしょうか。でエアコンはここでの調整ですね。ピッピッピッってやったらできるような感じですね。はい、アキラリペリゾートの、なんていうちょっとね、部屋のカテゴリーの名前ちょっとわからないんですけれども、ちょ、今回私が泊まるお部屋のご紹介をさせていただきました。はい、今日はここでゆっくりしたいと思います。って言いながらね、これから視察あるんで、たくさん見ていきたいと思います。はい、アキラリペの1階がプールアクセス、2階が普通のお部屋ですね。こんな感じの部屋になってます。ちょっとね、隣工事してるんでうるさいですけれども、さっきまでね、子供がたくさんここで泳いでました。結構ね、このホテル縦長でしてね、海から私の部屋まで歩いて3分ぐらいかかりますかね。直線距離にしたら多分300メーターちょっとはあるんじゃないかなと思います。意外と遠いです。で普段だとそのフロントとかからカートを使って、ここの部屋まで運んでくれるらしいんですけども、今はちょっとこうなんていうんですかね、カートが壊れてて
出せないらしいです。勘弁してくれよって思いますよね。でここのね建物の横からずっと歩いていくとロビーの方に行けるんですけれども、ここをねずーっとね行くと、まあ、裏の入り口ですね。朝8時から夜8時まで開いてます。こっちの方に行くと別のタイプのお部屋ですね。プールがね全部で3箇所。こっちの方のプールの方と、これにちょっとまたねタイプが違うんですけれども、別のお部屋タイプですね。ここにも部屋があって、こんな感じですね。この部屋ちょっとなんか広いような気がします。また部屋タイプ、何の部屋タイプがあるかまた確認します。こんな感じでね、いつもねこうホテルの視察っていうんですかね、どういうホテルがどんなお部屋してるのかっていうのを見るのが私の一応基本的な本職の仕事になります。このレベルやったらね日本人の方でも全然問題なく泊まれるので、こういったホテルをねいつも売るんですけれども、ここがアキラリゾートリペっていうホテルですね。一泊結構いい値段するんですよね。ここ今日さっきからねちょっと途中立ち寄りはしましたけども、今のところもう2分ぐらい経ってます。でね、ここはこの建物が終わると今度はヴィラのゾーンですね。ヴィラタイプのお部屋が並んでいるゾーンに入ります。まあ一戸建てのお部屋なんでね、プライバシー感はバッチリだと思います。家族連れとかの方にはねすごいこうヴィラタイプのお部屋っていいですよね。ただねヴィラタイプのお部屋ちょっとこう外から見れるのかな、ちょっとここぐるっと入ってますけども、ヴィラタイプはねこうプールというかお庭が見えるようなお部屋になっているので見れないですよね。ここプール、さっきのプールヴィラのところですね。1階がプールでプールアクセスですね。で2階が普通のお部屋と、ね、せっかくだったら1階のプールアクセスがすごい良いかと思います。係員の人とかはねあえてバイクの横に荷台をつけたタンデムカーに乗って移動してますね。ああいうので送ってくれたらいいんですけどね。ちょっとこう反対側の方に来てみました。こっち側もねさっきのお部屋のこう反対側、要通路は両方にあるという感じですね。ここヴィラタイプのお部屋ですね。結構このヴィラでかいですよね。109号室ですけれども、まあヴィラタイプはねほとんどがお庭が見える部屋ですね。ちょっとね人が泊まってるんでね、なかなか中には行けないですけども、ちょっとね夕食には早い待ち合わせ時間なので、この後もしかしたら普通にホテルの視察っていう風な形になるかもしれません。ヴィラが 10部屋ぐらいあるのかな。でここを越えるとフロントエリアに入ります。フロントね、こっち側がフロントですね。でその横が、ここがプールエリアになります。メインプールですね。このメインプールのところは、プールに入っていると海がそのまま見えるというインフィニティ型のプールになります。ここでのんびりがいいですね。ここがアキラリゾートリペのサンセットビーチ、サンセットじゃねえや、こっちパタヤビーチですね、ごめんなさい。パタヤビーチ側のプールになります。でそれでここがホテルのフロントですね。初め来た時ここでチェックインをしました。はい、ここがホテルのチェックインのロビーになります。海から来て、フロントがあるというふうな形ですね。はい、ここがレストランですね。朝ごはん会場はこちらになります。なかなか
綺麗なスタイルしたレストランですね。でここを行きますと海の方に出れます。で夜はねこの海の方のすぐそばで、食事ができるっていう風な形になります。ただいま準備中ですね。まあ、だいぶ潮が満ちてきて砂浜がちっちゃくなりましたね。今日はなんかシーフードビュッフェかなんかでもするんでしょうか。こんな感じでねパタヤビーチが見えます。デイリーハッピーアワー、昼4時から夕方6時まではハッピーアワータイムですね。バイワンドリンクゲットアナザードリンク、一杯飲んだら違う飲み物が無料というふうな形ですね。とあとなんかビールか何かのプロモーションをやってます。でここはなんかシーフード焼く場所なんでしょうか。でここでビュッフェの準備ができてますね。予約のシートでパタヤビーチが見えると。でこの目の前ではねあんな風にカヤックをしたり普通に泳いだりできるバイオな場所になってます。はい、アキラリペリゾートの紹介でございました。いや海の音がいいですね。名前なんでアキラなんですかね。ここの砂浜柔らかいですね。はい、アキラリゾートリペの、ご案内でございました。ぜひぜひご宿泊してみてください。よろしくお願いします。それではパタヤビーチからお伝えしました。はい、アキラリペまで戻ってきました。ここねもうアキラリペのこの夜はすごいですね。生バンドの演奏が入ってますけれどもこんな風にね賑やかな非常に明るい感じになってます。シーフード感じでね頼んだらそこで焼いてくれるという風な感じですね。もちろん、タイガープラワーですね。1キロ1800バーツ、まあ、すごいね。オールユーキャンイートブッフェコーナー1人350バーツ、ブッフェコーナーだけで行くと350バーツなんですね。サラダが始まってサラダですね。ここフルーツ、まあ、春巻きとかで、あったかいものですね。肉団子とかご飯ですね。でこっちの方はこう座席というふうな形になってます。なかなかすごいね。はい、アキラリペの、夜ご飯のブッフェディナーでございます。まあ、1人350円で、ね、ブッフェ頼んで、あとシーフードを別料金で頼むと、まあ、そういう頼み方をするのが一番よろしいでしょう。はい、じゃあアキラリペ泊まったらね、ぜひここのシーフード食べてみてください。はい、はい、レストランからこの明かりのついたプールを通って行きます。でこっちの方もレストランありますけれども、こっちの方はアラカルトでご飯食べることができるみたいです。すごいな、全テーブルもう食べ終わった後ですね。はい、ホテルのフロントです。ただいま夜の10時でございます。こんな風にね、お部屋のプールはこんな風に青く光っております。なかなか幻想的で美しい光景ですね。もうこの時間子供ががっつり泳いでます。はい、今日はお疲れ様でした。今日はね、結構歩いて疲れたんで
もうお部屋に入ってゆっくりしたいと思います。はい、おやすみなさいませ。明日の朝また朝ごはんの会場また説明させていただきます。はい、お疲れ様です。はい、おはようございます。今日はですね、ただいま朝の6時40分、7時から朝ごはんなので早めに起きてきちゃいました。今日ね、出発が朝の8時半なんでね、もう先に朝ごはんを食べて部屋戻って準備して、それから、出発したいと思ってます。まだね、レストランの準備が終わってないんで、ちょっとこう海のそばで待ちたいと思います。今日もなんかちょっと曇り空ですけど、まあいい天気っちゃいい天気ですね。リペ島のパタヤビーチ横の、アキラリゾートに宿泊しています。朝ごはんもなかなかデラックスな感じの雰囲気のレストランなんで楽しみですね。はい、朝ごはんのレストラン会場です。朝7時までね、一応レストランに先入れるんですけども、7時までは取ったらダメだそうです。先にちょっと見学しましょうか。で、外側のエリアですね、まずパンコーナーですね。クロワッサンとかのパンが並んでます。で、トーストのコーナーですね。100度はこの回転式のやつです。で、シリアル、シリアル関係ですね。で、それからおかゆさん、素材がいっぱいあるよ。この辺かな、ブルーライス、スープ、この辺焼き物ですね。ちょっと魚ですかね。で、普通のご飯があって、で、ジュース、オレンジジュースとか、パイナップル、ローズ、ロッセルジュース。で、カフェがここですね。で、お湯。で、卵コーナー。卵とか野菜も焼けますね。で、ここサラダコーナーです。で、ハム、チーズ。ハムにチーズですね。ヨーグルト。パッションフルーツとか、この辺フルーツありますね。ハム、はい、ソーセージ、これはなんかフォーキみたいなフォークものかな。ベーコン、ちょっとパンがあって、おお、いいですね。ディムソムもありますね。そんな感じの、朝食コーナーでございます。全体を回すとこうですね。はい、なかなか楽しそうな食事です。これ健康卵コーナーですね。卵を焼いてこっちに置いてあります。で、カフェだけはさっき飲むとできる感じで、カフェいただきます。こうね、席は窓側っていうかね、海側がやっぱり人気なんでしょうかね。朝7時ぐらいだとあんまりね、まだ人来ないんで、ゆっくり食べれるかと思います。これはね、8時9時になるとね、やっぱりリゾートなんで、すごいたくさん来ると思いますから、もしね、いっぱい食べたい人は、もう早く来て、席取って、でゆっくり味わいましょう。はい、朝ごはん、取ってきました。まあ、いつも同じ感じなんですけれども、大体、こうパンにハム、それから、ラテ、カフェラテ、ジュース、それから卵、ソーセージ。大体私いつもね、ホテルの朝ごはんこんな感じで食べてます。今日はね、今から船に乗ってね、シュノーケリングツアーに行くっていう風なことなんで、あんまり食べ過ぎるとね、もう大変なことになっちゃいますから、まあ、軽く済ませようかと思ってます。まあこれぐらいで十分でしょう。で、このジュース、多分プラカチエアと思います。タイの、いわゆるさ、フルーツジュースっていうんですかね、葉っぱを研いだジュースですね。これ結構美味しいんで飲んでみてください。まあきっと癖ありますけど、よくウェルカムドリンクとかで出てくるあれです。で、いただきます。こんな感じです。はい、ホテルチェックアウト終わりました。じゃあこれからツアーに行きます。